今回は、ドクターストーンニューワールド第17話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。ドクターストーン。始まった。来たー。ニッキー頑張れ。はっはー。どういうこと？ゲン。こっちは9人。相手が多すぎる。ゲンの下？ズドン。始まった。悪役かな？ニッキー新衣装際どかった。いつものパワーイズパワー。マグマちゃん大暴走。チームノーキン。ニッキー頑張れマジ頑張れ。こういう時のマグマは頼りになるな。ジャンプアニメらしくジャンプ。ムハハハハで OP。大変盛り上がる OP 来たー。挨拶しない OP。ジョーカー。不殺？殺さず。マグマくんさー。もうめちゃくちゃだよ。完全に悪役のセリフだったな今。残弾数が。マグマ容赦ないのはロタ。もう作戦も減ったくれもねー。マグマの強み。ニッキー。発砲阻止。ニッキー強い。ゴリラ VS ゴリラ。ボコボコで草。めっちゃタンコブできてる。ありがとうニッキーちゃん。仲間割れすなよ。弾は残ってるのかな。あ、ニッキー、素敵。ゲンちゃん、しれっと小舟から降りてなくて笑った。囲まれてるが。あと3発。今回緊張する。マグネシウム。マグネシウムで花火。即席の打ち上げ花火。マグネシウムビーム。めっちゃはったりかました。やだーゲンちゃんナイスー。逃げ出す戦士たち。聞いてる聞いてる。原始の人たちにはびっくりだよね。船から逃げる人たちすげー、動きすごい。あ、へ。モズくん登場。もう来ちゃった。こわ、モズこわ。ドキドキしてきた。操作した瞬間。動体視力すごいのよ。ぶっ飛ばされた。瞬殺。うせやろ。ようくん。落ちたな。勤労。ぐわ。モズ強い。圧倒的すぎる。琥珀で勝てないんじゃ勤労も無理か。ちゃんと峰打ちしてくれるじゃん。姉さん。ニッキー瞬殺て。ニッキーよく立ち向かったな。ニッキーには一撃だけか。殺されてないし血も出てない。明らかに手加減されてる。なんか切り札ないのか。科学のなんか。鋼鉄製の扉だけ破れるの。その扉結構硬いと思うんだが。うせやろ。やべえよ、やべえよ。おじちゃんも来ちゃった。おじちゃん感動。イバおじみ切れてて草。ひえ。イバおじこは。復活駅。来た。最後のジョーカー。サブ隊回収。ゲン先生、ピッキング。この倉庫って。氷河か。いいなこのシーン。奴が来る。氷河、復活。来た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 。え、こいつが切り札になんの？この作品でも1、2を争う最高のシーン来たー。これは確かにジョーカーだ。やり使い来たー。勤労かっこいい。最強 VS 最強になってきたな。解放するしかなかった。うわ、ジョーカーすぎる。細目くんちゃうで。石像だったじゃないの。バレた。やばい気づいた。イバラ、判断が早い。マグマ。一振りでわかる。明らかに次元の違う強さ。キャスティングボート。どっちと組むか。支柱にある。氷河がどうするか。石像の復元だいぶ進んでる、はっや。まずいですよ。気づいた。イバラ頭がいいのが厄介よな。復活急いで。そういうところは察しがよろしいのよね。イバラも頭の回転早い。ゲン頑張れ。考えてる。なんとかバトらせなきゃ。頑張れ頑張れ。ラブイフリ。なぜにラブイ。ニッキー、色仕掛けだ。乙女になんてこと頼むんだ。ひど、他にいないって。大愛してるとは。くぅー。やるんだ。モエッキー。ニッキーかわいい。ピュア。ニッキーめちゃくちゃ乙女。そら殺人鬼にはビビるよな一般メンタリスト。薄汚いのも個性なのよ。薄汚さを高く買ってる。褒められたのか。ちゃんとしてる。君は君の仕事をちゃんとしている。そう、ちゃんとしている。そうだった、ちゃんとしてるの好きマンだった。ちゃんとしているものには誠実に対応してくれる氷河先生。先民思想。まだ探りを入れてる。モズくんセクシーすぎる。合わせてきたな。ハーレムをいただいたらいい。ダメそう。これはバッドコミュニケーション。氷河の選別とモズの選別の次元が違う。お子様だな、モズ。すべての女は皆美女だ。名言出ました。さすが流水。流水さんかっけー。鼻で笑いよった。
モズお前ふざけんなよ、ニッキー美女だろうが。ニッキーは美人だけど？ニッキーちゃん可愛いから。ここのニッキーちゃんの顔大好き。正直者めぇ。はい、選択肢ミス。あー、氷河様の地雷踏んだー。修復。早いな。やったー。できた。倒産組み立て完了。ソユーズと譲り二十歳すげー。いいねー、素晴らしいタイミングよ。霧雨さん来た。バトル始まった。氷河 VS モズ。コンビネーションだ。戦闘シーンかっこよすぎる。科学王国を選んだ。今行くぞみんなー。スイカ。やっぱスイカちゃんの移動方法おかしいって。転がってるスイカちゃんかわいい。マスク取った。口元見えたの初めて？きゃあ、顔がいい。イケメンすぎー。私の仲間たちは、かっけえ。ちゃんとしないと。かっこよすぎんだろ。お、返すのか。槍を返す優しさ。確かに。全員ハモリ。島で入手しなきゃいけないもの。天空にはわかっている。何が必要か。心つながってる感じがいい。本気出す。一撃食らった。モズ強え。おいおいマジかよ。圧倒的すぎる。先生やられとるやん。強すぎー。これがモズの全力。あ、霧雨ちゃん。霧雨ちゃんかわいい。人間爆弾。使った人本人は。大嵐を犠牲に。優しいね。ひってえ。クズがすぎる。おじちゃん安定のクズすぎて。ついに本性が出てきたな。全盛期きたー。霧雨いい子。突然の回想。当主様。霧雨ちゃん、小さい頃に当主様に会ってたのか。そもそもなんでこの人は石化光線持ってんだよ。カカシじゃよ。当主様優しいね。当主様成人すぎる。前代未聞。乱用です。疑念。鋭い質問。当主は石像だー。大樹の大声。大樹くんすごい。組み立てるの早すぎるのよ。あ。ワンメーターワンセカンド。音声コマンドなんだ。そうやって範囲も指定できんの。ついに使いやがった。イバラ、貴様。霧雨ちゃあ。ひでえよ。霧雨さんが石に。泣いてる。ズドン。銃？違う。不良警官来たー。当てたー。ナイス狙撃。ヨウくんかっこいい。当てたー。ヨウくんかっけー。ヨウでかした。ゲットだぜ。ドクスと今週も面白すぎてあっという間。仕事してるとちゃんとしてない奴が多すぎて氷河の気持ちがわかってしまうのよくない。茨に騙されてた霧雨もまた被害者だよな。安定の面白さだったな。他の作品と明らかに違う感じが素晴らしい。アニオリで当主様いっぱい出てきて嬉しかったー。良き父であり良き長だったんだなってちゃんとわかっていい。てかついに石化装置起動シーン来たね。氷河もさすが美しいし、アニオリは相変わらず良すぎる表現だし、最高すぎるじゃん。何より氷河ちゃんがお目見えしたし綺麗なお顔を拝めてちゃんとしてる性格も久しぶりに見れてよかったよ。大丈夫、科学王国が君の強さを後押ししてくれるからね、頑張れ。滅び、また不穏だな次回。普段ジャブ落ちキャラでかつ一旦戦線離脱してもうダメかって思わせてからの起死回生の一撃のようもジョーカーだな。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。